おお、ピコピコ動いてますね。ケモ耳の魅力的な作り方、XY で合わせて動くよっていうところももちろんなんですけど、自分の意思でこういろんな動かし方をできたり、特定の表情にこう合わせてこう動いてくれるみたいな、今日はねこちらをご紹介できればと思います。まずは講座の概要からですね。今回は3つのステップに分けて難易度別で作ってあります。ステップ1だけでも十分に成立する内容になっています。なのでまあ初心者の方はまずはステップ1を目指していただくといいのかなっていうところですね。ステップ2、3ではまあ段階ごとにより難易度は高くなるんですけれども、その分こう魅力的に生き生きとした獣耳を表現するためのテクニックになっているかなっていう感じで、ステップ1が作れた後にステップ2に進んで、まあ、それが完成したらステップ3に進むっていう感じで、構造を変えたりとかモデルを作り直したりしなくても順々にモデリングを追加しながら挑戦できるようになっています。まずは素材分けの部分からですね。こちらが皆さんの配布データの中にも入っている稲穂ちゃん獣耳インポート、この赤くラベルがついている右耳の中ですね、これらが全部の素材となっています。右側をしっかり作って後からこう複製して反転するような作り方を想定してあります。でちょっと上から順に見ていくと、構造の方をお話ししていきたいと思います。でこちらパーツパレットでいうと、この赤くラベルがついてあるところが今回追加してある耳ですね、はい、この右耳の位置が一番親になっていて、これが右耳の構造になっています。これで XY の動きを作っていきたいと思います。一番上の右耳の位置からですね、角度 XY にキーを打ちます。真横で大丈夫ですね、まあ、大体の位置が追従していれば OK、はい、次に右耳全体の曲面全部が入っている XY 用のデフォーマーです。これにあの XY のキーを打って、この立体感をつけていきます。主に立体感で意識したい場所としては、この右耳の側面ですね、ここがこう奥に行って見えなくなっていくので、ここがねしっかり幅が狭まるとポサが出ますね。この辺を調整してあげて、ここをこう潰してあげるとこう奥まってる感じが出ると、うんうん、これがこういう感じになった。逆側はコントロールシフト B でブレンド設定っていうのが開きます。これでこの X のプラス30の形をコントロールシフト C でコピーしておいたので、マイナス 100% で適用してあげるだけで、こっち側と全く逆の動きをします。でまあちょっと微調整してあげて、こうだったのがこうなったっていう感じですね。次はまばたきに合わせた耳の動きを作成していきます。でまあ一旦動きを見ていただくと、今こう自動でまばたきをするような設定になっているので、まばたきに合わせてこうプルンと耳が揺れる感じになってますね。XY の揺れの時は頭の動いたのの勢いの影響でこう振られるような動きだったんですけど、まばたきに合わせた揺れっていうのは、こう筋肉がちょっとピクッと反応して動いているような要素になるかなと思うので、稲穂ちゃんも意識で動かしてるわけじゃないんですけど、動いているようなパラメーターがついているっていう感じですね。揺れの物理演算設定の方をしていきます。これは完成したもののデータを見ながら紹介していこうと思うんですけれども、ではステップ2の方に入っていきたいと思います。でステップ2では耳が全体が大きく上下する動きと、この上下に応じた顔の XY の角度の立体感とか、大きな上下に応じたこの揺れですね、まあ、大きくパタッと下に伏せたりするので、耳をそしたらまたさらにそれで耳が揺れるっていう感じですね。あとはトラッキングソフトでの紐付けということで、ケモ耳が皆さんついてないと思うので、トラッキングする方がねどこに紐付けるといいのかみたいな話とか、ちょっとモデリングの難易度としては少し難しくなりますね、2の方は。なのでモデリングにある程度慣れてきて、モデルをよりクオリティアップしたい、他のモデルと差をつけたいぞっていう方におすすめの内容になっておりますね。いじまライブの方でパラメータ設定だけ軽く見ていただこうと思います。このパラメータ設定から開いていただいて、この眉の上下っていうのがありますね、左右で。この中にこの左耳も上下するようにっていう風に入れてあります、うんうん、これは例えば VTube Studio さんなんかを使ってても、まあ、仕組みは一緒ですね。眉毛の上下とアイブローかな、英語で言うと、なんかそういう入力を設定する場所があると思うので、そこの出力設定をこの左耳の上下を追加してあげるっていう感じですね。そういう風にしていただくと、眉毛が上下した時にこういう風に耳が動いてくるっていう風になります。こちらステップ3の方の解説の方に入らせていただきます。パーフェクトシンクに合わせて特定の動きをモデリングする内容となってます。で動きの物連鎖の設定もまあありますということで、このスライドの稲穂ちゃんの動きを見ていただくと分かるんですけど、稲穂ちゃんは口の今回パーフェクトシンクを入れてますね。なので口を左右に寄せることができるようになってます。でこの口が左右に寄ったら耳が口の方に倒れるというか寄るっていう感じなのですね、うんうん、VTuber のモデルの他の部分はバッチリできていて、特別な表現を追加したいなっていう方、慣れてる方におすすめの内容ですね。